シュトゥットガルトの原口元気の対談がクラブ公式サイトで発表された。原口は2014年に浦和レッズからヘルタベルリンへ移籍。そこからドイツでのプレイが始まると、デュッセルドルフやハノーファー、ウニオンベルリンを経て、23年1月にシュトゥットガルトへと完全移籍を果たした。ただ、新天地ではなかなか出場機会を増やすことができず、 一年半の在籍で16試合の出場にとどまり、2得点を記録したのみだった。今季に限って言えば、リーグ戦2試合、カップ戦1試合の出場にとどまっている。今回、複数人の選手と共に契約満了により今シーズン限りでの対談が発表された。今夏にフリーとなり、新天地を探すことになる。